みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今年も恒例のクリスマスソングアレンジ特集ということで、今年はウィンターワンダーランドという曲を、アレンジして皆様にお届けさせていただいております。そして、この動画ではドラムの解説という感じでしょうか。まあ、正直、ドラムに関しては説明いるのかなというところもあるんですけれども、まあ、よかったら参考程度に見てやってくださいませ。それでは、とりあえず早速参りたいんですが、テンポが170というそこそこ速い設定なので、初心者の方にはちょっと厳しいところがあるかもわからないです。一つの目安として、メトロノームを170に設定して、右手で8分音符。これが叩けることがまず第一ステップという感じです。この曲を叩けるようになるための第一ステップ。で、その次、第二ステップとしてはテンポ170に設定して、16分音符でオルタネートができる。右利きの人は右から発信して、ワン、ツー、スリー、フォー、タカ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 タと。これが第2ステップという感じです。で、第3ステップとしては、実際にドラムセットに座って、タム回しが16分音符でできると。ちょっとやってみますと、こんな感じでしょうか。スネア4つ、フロア4つ、スネア4つ、タム4つ、フロア4つ、シンバルとか。こんな感じで、この3つのステップができれば、まあ、この曲は普通に叩けるかなという感じです。うまくできない方は、ちょっと順番にいろいろとチェックをしていってみましょう。まず、第1ステップ その8音符が叩けないという方、すごい力が入っている可能性が高いので、とりあえずリラックスすることを心がけてみてください。肩、肘、手首、指先に至るまでも超力を抜く感じです。もうすごいブラブラ。うまくできない方を大げさに表現するとこんな感じになるんですよ。ちょっと鏡とか見ながら自分のフォームと見比べてもらっていいですか。ちょっとこんな感じになってませんか。右手が。スティックをがっつり握ってしまって、手首が硬くて、肘も動かなくて、なんかこう腕からというか、肩からなんかこうスティックを動かしているような感じ。これだとやっぱりすごいこう疲れるわけですよ。もうひたすらこうたわしをこすってるみたいな感じで、ずっとこうやってると疲れてきてしまうと。そうじゃなくて、肩も肘も手首も指先もすごいフラフラっとしてて、まあ、仮に5分、10分ぐらいこれを続けても別に大丈夫だよというくらいリラックスをしていただくということです。そのリラックスぶりはなかなか、ね、難しくて、1日、2日でできるようなことではないんですけれども、まあ、ちょっとできるだけその軽く持つ、軽くスティックを持つ、軽くスティックを振る、で力を入れないと、ちょっと肩とかに違和感を感じてきたら、おっといけねえみたいな感じで、自分をチェックしながらやってみていただけると嬉しいなという感じです。で、第2ステップのオルタネートで叩くことに関しては、右手ができるようになってきても、やっぱり左手ができないというパターンも多いので、やったー、第1ステップ、右手クリアだぜと思っても、左手が合わさると、ババ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 バってなるパターン、すごく多いかと思います。これもまたさっきと一緒で、左手に関しても右手と一緒で、もうできる限りその力を抜くわけですよね。もうその肩がそういうがっつり決まってたりとか、肘ががっつり決まったりとかすると、やっぱり途中で疲れてきてしまったりとか、この交互にやってるつもりがだんだん、みたいな感じになってきてしまうので、まあ、できるだけ力を抜いてオルタネートでできるように練習をするという感じです。ここまではパッドを使ってもいいですし、練習パッドを使ってもいいですし、普通にその雑誌とかでも大丈夫です。布団とか枕とかでも別に構いませんし、どこと叩いても大丈夫です。で、第3ステップのタム回しについてなんですが、当たり前ですけれども、右手も左手もリラックスした状態で行っていきます。で、そのタムをこう、ね、回す、タム回しなんですけれども、まあ、タム回すんですけれども、とりあえず1つのセッティングのコツとして、そのタムを自分の方に向けるということがすごく大事です。変な話、そのタムのセッティングが、なんかこう上を向いてしまっている人とか、例えばこんな感じとか、これはちょっと極端ですけれども、ね、面がどっちかというとこっち向いているので、この状態からこう叩こうと思うとすごいやりにくいじゃないですか。スネアからタムに手を動かしたとき、スティックを動かしたときに自然に画面が自分に向けるというところをまずセッティングしてみてください。このセッティングがダメだとタム回しでいくらやっても全然うまくいかないので、スネアからそのまま両手を同時に動かしても画面が自分の方に向いている。で、そのままこう体をぐっと回して動かしてもフロアが自分の方に向いている。このセッティングをまず心がけてみてくださいませ。
で実際にタンを回していくわけなんですが、いきなり170やると辛いと思うんで、まあ、テンポをグッと落として120とかやってみるといいかなと思います。どのくらいだろう。こんな感じでしょうか。で、なんとなくできるようになってきたら、どんどんテンポ上げて。みたいな感じで、最初はゆっくりから、どんどん徐々に速く、徐々に速くという感じです。で、タム回すときも、やっぱりそのスネアからフロアに行くときに、そのね、うらーってこう気合い入れたりとか、タムに行くときに、うらーってこう気合い入れて、体がこわばってしまう人、内人結構いらっしゃると思うんですけれども、タムを回すときでも、すごいこうふんわりと軽く、パッ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 、そのまま、そのままこう、なんか自然の流れでいくような感じですか。そのままふわりと。ふざけてるわけじゃなくて、本当にそんなイメージです。そんな感じで、3つのステップをちょっと克服をしてみていただければという感じです。で、実際に、ちょっくらだけ、ちょっこっとだけ、演奏の方も説明させていただきますと、イントロから A セクションに入るところとか、8分音符をウルタネイトで叩くんですけれども、結構こういうところってリズムがブレやすいんで、すごい神経を使った方がいいと思います。まあ、各位僕もちょっとブレ気味なんですけれども、こういうところです。ワン、ツー、スリー、フォー。このツンタカタッ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 タ、ツンタカタッ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 タっていうところ、極端に悪くやると、みたいな感じですごいね、前のめりになって、おい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 っていう演奏になってしまいがちだと思うんですよ。しっかりとメトロドームと合わせて、ツンタカタッ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 と気持ちいい8分音符が叩けるように練習してみてくださいませ。で、ドラムソロに関してなんですけれども、僕は一応この譜面の通りにやっておりますが、まあ、もちろんこれじゃなくても別に大丈夫です。皆さんでその好きなようにタムを回して、なんかいろいろソロを作ってみていただければという感じでしょうか。ただ、一つ、また皆さんにそのアドバイスをできることがあるとしたならば、スネアの連打とかフロアの連打とかってやっぱりその分かりやすいので、すごいかっこよく見えやすいという感じでしょうか。まあ、皆さんがこの曲をどこで使うのか分からないんですけれども、まあ、おそらくは学校のライブとかサークルのライブとかになるかと思います。で、そういうライブを見ている人たちってその楽器やってない人が多いと思うんですよ。まあ、全員ドラマーっていう場合もあるかもしれないんですけども、やっぱりそのギターもやってないし、歌もやってないし、ドラムもやってないしっていう感じで、楽器を全くやってないリスナーが多いかと、オーディエンスが多いかと思うんです。で、そういう楽器未経験のオーディエンスの方にとって、このバスドラのダブルがとか、そのなんかルーディベンツがあっていうのは、やっぱりもちろん通じないのって、やっぱりこういっぱい音が鳴ってるこのインパクト感っていうんですかね、まあ、そういったものの方がやっぱり、うわ、すげえっていうふうに思ってもらいやすいかなと思います。なので、できる限りそのフレーズはシンプルにまとめた方がいいかなという感じでしょうか。なんか普通にこうルーディベンツとか普通にやってもいいんですけども。ワン、ツー、スリー、フォー。とかやっても、すごい分かりづらいじゃないですか、その凄さみたいなのは。それよりもすごいバカバカバカドゥルギャーゴーゴーキバーンみたいな感じでやっていった方が、うわあいつすげえみたいな感じになってもらえるかと思うので、もしそういうところのライブで、そういうライブで演奏する機会があるという方はですね、ちょっとこうシンプルなドラムソロにまとめていただけると、何かといいかなと思います。まあ、やっぱりイメージとしてはそのベンチャーズ的なサムシングですよね。ワン、ツー、スリー、フォみたいな感じの、こういうシンプルなフレーズですか。ドコ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 みたいな、こういうドラムロールとかが参考になるんじゃないかなと思います。とりあえずまあそんな感じでしょうか。普通に基本ビートができれば大体できると思うので、
頑張ってチャレンジをしてみてください。でうまくできない方はさっき言ったその3つのステップをチャレンジすると。でライブとかもし控えている方は自分なりにドラムソロを考えてみても面白いかもしれないということ。そしてオーディエンスの方にはやっぱりそのルーディメンツがとかダブルがとか伝わらないんで、まあ、できる限りシンプルなフレーズでまとめた方がかっこよく聞こえるかなと思いますので、そういうところを気をつけて練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。